日本放送協会日本放送協会放送局の一覧 NHK 山口放送局。NHK 山口放送局は山口県を放送対象地域とする日本放送協会の地域放送局である。テレビとラジオで県域放送を行っている。1941年4月に中国地方で5番目となる NHK の地方放送局として開局。 開局当初の名称は、社団法人日本放送協会豊富放送局で、豊富市桑山から電波を送り出していた。1962年4月には、第18回国民体育大会を控え、山口市に移転、山口市中央五丁目で、山口放送会館を運用開始し、名称を山口放送局に改称した。現在の山口放送会館は、 地上デジタル放送を控え2005年4月に現在地に移転し運用開始した建物であり移転翌年の2006年10月1日より地上デジタル放送を開始したそれまでの山口放送会館は山口市役所の分庁舎として再活用されている下関局開設以前の下関市は福岡県北九州市とともに関門地区として山口 福岡両県とは別のエリアとして扱われていた歴史から現在でも NHK 北九州放送局を視聴する傾向にある。しかし完全デジタル化を控え北九州デジタル局が山口県方面の出力を絞っていることを利用し完全デジタル化後大半の地域では北九州のテレビは見られなくなるから地元中継局にアンテナを向けるようにというキャンペーンを デジタル放送完全移行日の1年前である2010年7月24日以降大々的に始めており、下関市出身の演歌歌手の山本常時を地デジカ応援隊メンバーに起用しアピールしている。NHK 総合のリモコンキー ID2021 年4月から、ありがとうございます。